れちゃったよ。今度はママさんに。まったく猫使いが荒いんだから。玉ねぎ買ってこいって言ってたけど、どこに売ってるのよ。とりあえずちーのちゃんのお店に行ってこよう。ちーのちゃん、玉ねぎが欲しいのよね。ママさんカレー作るから必要なんだってさ。僕も食べたい。ちーのちゃんも一緒に食べよう。ってことで、家族どっかでおまけしてね。マテちゃん、何言ってるの。マテちゃんには売らないのね。売るとしても100万円なのね。へえ、なんで怒ってるの。値上がりしてるからってそれはないよ、ちーのちゃん。なんかごめんなさい。やっぱりいつものおじさんのところで買おうっと。まったく、マテちゃんは何もわかってないよね。ごめんください。ちょっとちょっと、はいはい、ラテさん、今日はどうしましたか。玉ねぎって売ってますか。ありますよ。1つ198円です。高っ。でも現実的なお値段でむしろ安く感じるのよね。じゃあ3個ください。毎度あり。594円いただきますね。はいはい。あれあれあれ、ない。お金置いてきちゃった。もう時間もないのに。しょうがない。いつものあの作戦で許してもらおうっと。あー、ちょっとこれどうするの。僕は玉ねぎの精霊、僕をお食べ。今回はネギに関する動画でした。ハロウィンコスプレが玉ねぎってちょっと地味でしたね。猫がネギを食べるとネギ中毒を起こします。少量でもなくなる場合があります。飼い主の皆さん、絶対に食べないよう気をつけてくださいね。食べてしまうと血尿が出る場合があるので、気づかず食べてしまっていたらすぐに病院へ向かってください。ということで今日はここまでです。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。